はい、今日はですね、次郎長三国志が全ての戦後の娯楽文化の元祖だそうです。そういう話をして、はい、いただこうと思います。はい、僕はあの太陽に吠えるを連続視聴している中で、はい、七曲書の一係のメンバーのキャラクターの振り分けとかボスを中心とした人間関係を見てた時に、あ、次郎長一家だなって思ったんですよ。うん、で、次郎長ものというのは実はまあいろいろ戦前から日活とかで作られている清水の次郎長とかありますけど、決定版が昭和27年に村上源蔵さんがオール読み物で連載した次郎長三国志っていうね、まあ、読み切りの連載小説があって、その映画、それと同時に東宝で牧野雅宏監督が、まあ、いわゆる添え物ではないけれども、永久ではない、ね、娯楽映画シリーズとして昭和27年から撮り始めて、なんと9部作あるんですよ。で、ここでこの次郎長三国志シリーズをもう一回 見直そうと、東宝で作る時代劇というのは、もちろん黒沢作品とか稲垣流作品はあるけど、まあ、あの時代劇の専門の本場じゃない東京の撮影所で撮るという点ではアウェイなわけですよ。で、それを見た時に牧野雅宏監督の次郎長三国志シリーズというのは時代劇じゃなくて現代劇として次郎長ものを作ろうというある種の作り方のね。だから清水の次郎長を演じたのは小堀昭夫さん。小堀昭夫さんというと、空の大怪獣ラードン の防衛隊の隊長をやってる人ね、かっぷくのいい人なんだけど、あの人のお父さんというのは小堀誠という戦前からの名優で、まあ、そのジュニアを東宝の小林一次郎さんが売り出そうとして、次郎長は小堀昭夫だというふうに決めて、で、この人が割とその、なんていうかな、ほんわかしたキャラクターで、チャンバラがうまいとかなんとかじゃなくて、なんとなくちょっとなんかとぼけた感じの味のある、その社長シリーズの小林慶寿さんみたいな感じの次郎長さんを中心に、大政をやったのが、あれですよ、大政役っていうのが神津清三郎さんって言って、当時東映にいたけど後に社長シリーズがいっぱい出てくる、まあ、宇宙大怪獣ドゴラのギャングのボスやってた人ね、神津清三郎さん。で、それから追分三五郎というすっとぼけ突っ転ばしのヤクザを、小泉博さん。小泉博さんはアナウンサーから東宝に入ったばっかりの時で、すごい売り出しなんだけど、これがね、植木さんの無責任男の元祖なんですよ、ほとんど。で、その相棒として出てくる、バディと出てくるのが森重久さんの森の石松。これ2作目から一作目の最後から出てくるのかな。で、いうふうに、その小泉博さんとか森重久彌さんとか、それから例えば田崎潤さんね、田崎潤さんと僕らで言うと怪獣映画とかの防衛隊の隊長とか、そういうイメージがあるけども、非常に軽い桶屋の鬼吉という原作というか、本当の次郎長ものには出てこない村上源蔵さんオリジナルキャラクターで、名古屋出身、なんとかだギャーっていう感じの名古屋弁を使う憎めないキャラクターで、その相棒として関東綱五郎を演じてたのが森健二さんという役者さんで、みたいな感じで、そのそれぞれの個性的な役者さんが、いろんな次郎長もので有名なエピソード、裸道中とかのエピソードの中で生き生きとキャラクターを描いていく映画シリーズなんですよ。だから大きな物語のうねりの中でというよりは、それぞれのキャラクターのもの、なぜかっていうと、そのもともとは二代目広沢虎造さんが浪曲でこう歌っていた、うなっていた次郎長ものを元に村上源蔵さん原作を書いているから、そのご存知のエピソードが次々と出てくる。で、映画化にあたっては、その二代目広沢虎造さんがちゃんと狂言回し的に出てきて、劇中で浪曲をうなるわけです。その浪曲というのは次郎長一家の物語をうなるから、これミュージカルなのね。物語をちゃんと浪曲が語っていくっていうことがあって、その張り子の虎吉っていう役なんだけど、それはとっても気のいいヤクザの役で、みたいな感じで、で、そうこうしてるうちに森重さんっていうのがやっぱり際立ってくるから、森重さんの森の石松をこうみんなが見たくなるってところに、で、その石松が最初におかぼれしちゃう、いわゆる旅の
あの投げ節、三味線を弾きながら投げ節していきながら、夜は賭場で長藩やっていく粋なお姉さんの投げ節、あのお腹というのを、あの久慈あさみさんがやってるね。で、久慈あさみさんと森重久彌さんがセットってことは、社長シリーズの夫婦役なわけですよ、後の。ここで確立するわけ。だから、後にいろいろ見えてくる、あの、いろんな役者さんの、あの、キャラクターイメージが、実は次郎長三国志でそれぞれ作られていくっていうふうにして、で、なんていうかな、あの、途中、あの第何部かな、4部ぐらいでね、この宿敵の、猿屋の肝臓というね、悪いやつ、ヤクザを、次郎長一家が、まあ、やっつけに行くシーンがあって、まあ、それで、それを、その猿屋の肝臓っていう、その、ボスキャラを、その、次郎長を演じている小堀昭夫さんのお父さんの小堀誠さんがやるわけ。父親殺しなわけ。これも、碇信じた碇玄道なわけよ、うん、その役者としてっていうよりは父はで、そのいくつもの親子が出てて、例えば大隈親分って言って次郎長親分の兄貴にあたって、次郎長の奥さんのお嬢さんね、あの和歌山節子さんが演じて、可憐な和歌山節子さんでお嬢さんの、まあ、お兄さんがいて、これを演じてるのは沢村国太郎さん。沢村国太郎さんっていうと津川雅彦さん、永田博之さん兄弟のお父さんだね。で、映画の途中で、シリーズの半ばで永田博之さん、まだ日活に行く前だよね、沢村明夫って子役から、まあ、19歳の青年役者になって、永田博之っていう芸名を持って永田さんが出てくるわけ。だから何組もの親子の俳優が出てたりとか、ね、で、当時の映画のお客さんはそれも織り込んで見るわけ。うん、ああ、あの家の坊ちゃんも立派になったわね、みたいな感じで見ていく。で、その辺の余地がありながら、最初は浪曲で語ってったものが、今度投げ節お腹という久慈あさみさんが出てくると、まあ、久慈さんは宝塚のスターだから、歌を歌うわけ。じゃあ三味線で歌いながら、音楽の鈴木誠一さんが音楽をやってるんだけど、ちょっとモダンな歌でレコードを出したりするわけ。その主題歌挿入歌。そうするとちょっと歌謡映画みたいになってくる。でさらには小松村のお園というね、あの人あの小七吹雪さんが槍を持っていつもお酒飲んで、あの、まあ、七五郎って山本蓮さんっていうね、東宝特撮でおなじみの山本蓮さん、ゴジラで新吉のお兄さんやって、ゴジラに最初に踏み潰されるあの役者さんが七五郎っていう役で、その旦那奥さんがその小七吹雪さんやるんだけど、小七吹雪さんが出てくるとやっぱ歌うわけよ。でこれがね、そのいくつものいろんなジャンルの歌の歌い方が物語を進めていくというね、非常に多重構造。キャスト的には社長シリーズのルーツであり、そして人間関係、キャラクター立てながら一家を織りなしていくっていうのは、この作り方が東宝の中で、なぜかっていうと次郎長三国志の助監督は岡本喜八さんなんです、うん、で岡本喜八さんの組で助監督やってた人たちが太陽にホイールを取っていくみたいな感じで、うん、実は太陽の監督たちっていうのはその次郎長三国志の作ってた頃からスタジオにいる人も多いから薫陶を受けてるわけ、うん、でおのずと七曲り署の一係のボスを中心にした人間関係はあの東宝版の次郎長三国志のあの清水の次郎長一家のムードになってくる。あ、でそこに必ず若手のヤクザが出てくる。これ若手のヤクザというのはマカロニでありジーパンなわけよ。その通過儀礼的に出てくるっていうことがあって、うん、でその中で例えば豚松、美穂の豚松って役で加藤大輔さんが出てくる。この加藤大輔さんがとってもいい漁師なんだけどヤクザに憧れてもう頼み込んで次郎長の子分になるんだけれども、それで人気が出てくるんだけど、同じ頃黒澤明監督が七の侍を撮るから、加藤大輔さんは七の侍に呼んじゃうから次郎長三国志に出れなくなっちゃうから、困っちゃうね。そしたら東宝のトップの方からね、牧野正弘監督に電報が来るわけ。豚松殺せと。それで2本しか出ないのかな。豚松はまあ壮絶な、旅ガラス次郎長一家のあそこの辺りで壮絶な死を遂げる。これ刑事の殉職なんだよね。
で、それの法要を盛大に行うお嬢さんという和歌山節子さん、およそ時代劇のおかみさん役じゃなくて青い山脈のあの可愛い女の子ね、非常に東方映画で言うとあのアイドル的な女の子をやってた和歌山節子さんのお嬢だから、その次郎長三国志の小堀明夫さんの次郎長とお嬢、おかみのお嬢の2人っていうのはどう見てもそのいや立派なヤクザの夫婦じゃないわけと、ちょっと危なかしい新婚さんみたいな感じなんだけど、それが面白さなのね。だから時代劇を見ているのに現代劇の面白さで、でその中でどん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 森重さんが面白くてうまくて、その森の石松が際立ってくるから、でも原作もなくなってきちゃうわけ、同時進行で連載してるから。で牧野さんがオリジナルで怪盗一の暴れん坊、石松怪言っていうね、石松、森の石松怪言っていうダジャレ的なタイトルを考えて、それで怪盗一の暴れん坊っていうのをオリジナルで作るんだけど、これが傑作なの。第8話森重さんをフューチャリングして、森重さんの森の石松が、まあ、いわゆるコンピラ第三に行って、行った先でお嫁さんというか旅の思い出になんかモテて帰ってこいって言われて、みんなからお金もらって8両南部もらって、その遊郭でお女郎さんを買う。このお女郎さんが夕顔というね、河合玉恵さんが演じて、これがいい女でっていうことで、この寅さんみたいなね、順序だけど、僕らは石松がその先にで宮古田一家に殺されちゃうっていう、いわゆる清水次郎長門における史実を知ってるわけじゃん。もうだから死へのカウントダウンが始まりながら恋をしていくとこを見るときのあの切なさね。で森重さんはもうとにかく立ち回りっていうのが上手い下手じゃなくて、役どころでもうめっぽう強い役なわけだから、そこで最後にその宮古田一家ね、あの上田吉次郎さん率いる悪い連中と戦いながら舞うように踊りながら、そこに越路吹雪さんのお園がちょうど盆踊りの夜だから、和歌山節子さんのまあ新盆ではないけどお盆だからね、亡くなったお嬢さんのお盆だからって護衛歌をこう、その護衛歌と石松の最後が重なる切ない展開の中で、固めの石松が最後にバッと切られた時に目がパッと開くわけ、ね、これはあの一説によると森重さんのアドリブ、一説によると牧野さんの演出だけど、その目が潰れていた石松がパッと目が開く瞬間、森重さん最高のシーンだ。これが俳優森重久彌の演技改変なわけ。歴史的に昭和29年ね、社長シリーズまであと2年カウントダウンですよ。だからそれをね、その昭和27年から昭和29年にかけて9作作られた次郎長三国志シリーズというのは、東方の俳優のカタログであり、日本映画の 演技人のいわゆるその質の高さね、新劇から来た人、もう時代劇ずっとやってきた一家のね、あの子供たちとも含めてだけど、それをとにかくたっぷりとした、たっぷりって歌舞伎でたっぷりって言うけど、あの感じで見せてくれる9本ってことはね、スターウォーズサーガと同じ本数なんですよ、次郎長三国志っていうのは、ね、だからちゃんと帝国の逆襲にあたるね、こうなっちゃうの、ハンソロ大丈夫、おいおい、ルークの手どうなるのみたいなあるじゃない、あれがちゃんとその旅ガラス次郎長一家って書いてあったりするわけ。お嬢が亡くなったりとかね、もう何をやっても目が出ない、もう凶状持ちになって旅から旅へで逃げ回る、行った先で取り方に襲われる、かつて世話をしたホゲタの九六という千葉の魚さんがやってる相撲取りがヤクザの親分になってて、そこを頼っていくとそいつが悪いやつで裏切っちゃってね、あのお役所に届けてられたりとかね、そういうものをこう描いていくから、ほんとスターウォーズとか見てるみたいで楽しいんですよ、次郎長三国志で。それがから連綿とつながっていく東方映画のある種のキャストの作り方とか、だからサラリーマン清水港という社長シリーズの清水ね、次郎長ものっていうのはパロディなんだけど、ちゃんと本人のあの森重さんが出てるし、大政役を演じた神津清三郎さんも出てるしみたいな、あの本人たちによるセルフパロディだっていうことが改めて分かるわけ。だからそういうことで言うと、
なんつうの、次郎長三国志っていうのは昭和20年代の古い映画かもしれないが、その9本中の DVD で皆さんご覧になったり、ラピュタ阿佐ヶ谷でも、2月から4月にかけて上映されてましたけど、ああやって見ることで何かね、新しい扉が開くのよ。うん、でその扉は社長シリーズへの扉であり、太陽に吠えるの扉であり、うん、ね、あとは何ていうの、時代劇って面白いよねって感じてくれる人たちもいるかもしれない。同時に久慈麻美さん、越路吹雪さん、宝塚の2大スターの一番色っぽい仕草とか動き、それから広沢虎三さんの浪曲が楽しめるという意味で言うと、まあ娯楽のデパートですね、これ。なんで、ぜひ皆さんね、次郎長三国志を軽い気持ちで見ていただいて、ハマってください。面白いですよ。うん、じゃあ僕も全く見たことはなかったですけども、これを機に見てみたいと思います。どうもありがとうございます。はい。